疲れ様。歌もダンスもすごく良かったよ。ありがとう。最初失敗しちゃった時は焦っちゃったけど、ちょっとは見てくれてる人に希望を届けられてたらいいな。うん、届いてたと思うよ、きっと。それにすっごくアイドルって感じだったよ。きっとみのりちゃんのグループの子たちにも近づけてたんじゃないかな。本当？そうだったらいいな。みのり、よかったね。私もファーフェスタのステージに立ててよかった。感謝の気持ちを伝えられた気がする。うん、私も。多分今日のことはずっと忘れないと思う。みんな同じ気持ちみたいだね。うん、みんな本当にありがとう。それにしてもあずさわの歌はすごかったな。ああ、他のやつも良かったんじゃないか。ちゃんと会場を盛り上げてたしな。うんうん、私も出ればよかったな。あ、みんなここにいたんだね。小羽、今日の小羽も最高に良かったよ。ああ、よく頑張ったな、あずさわ。ほら、アキトも何か言ってあげなよ。まあ、あれくらいはやれて当然だからな。次のイベントも気を抜くんじゃねえぞ。はあ？何それ、さっきまであんなに褒めてたくせに。誰がだよ。おーやん、笑ってんじゃねえぞ。みんなありがとう。次のイベントも頑張るね。いっちゃん、お疲れ様。ステージすっごく良かったよ。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいな。ちょっと緊張したけど、いい経験になったよ。今日の歌どうだった？さすがはうちの歌姫だな。観客も圧倒されていたぞ。うん、ありがとう。まだまだ反省点は多いし、直さないといけないところはたくさんある。でもステージに一人で立てたし、ミュージカル俳優になる夢に少し近づけたかな。夢の中にいるみたい。私、一人でステージをやりきったんだ。あ、いたいた、みのり。もう探したわよ。あ、みんな、ごめんね、なんだかぼーっとしちゃって。初めて一人でステージをやりきったんだもの。そうなっちゃうのは仕方ないわ。そうなのかな。うん、それにすごく良かった。アイドルらしいステージだったよ。はるかちゃん。でも反省点がないわけじゃないから、帰ったらきちっと反省会するわよ。でも本当に素敵だったわ。ずっと笑顔で前を向いていて、会場のみんなも希望をもらったんじゃないかしら。そうね、100点満点じゃないけど80点くらいはあげてもいいわ。みんな、私まだまだだけど、みんなに少しでも近づけるように頑張るから。だからこれからもよろしくね。もちろんだよ、みのりはモアモアジャンプの大切な仲間なんだから。
うじゃない。ちょうどいいわね。みのりのこと紹介しましょう。ええ、そうね。みんな紹介するわ。うちの自慢のアイドルの花里みのりよ。はい、花里みのりです。よろしくお願いします。東雲えなです。よろしく。愛理から話は聞いてるよ。あ、はいはいはい。僕は秋山瑞希。みのりちゃん、よろしくね。ステージ見てたよ。すっごいキラキラしててめちゃくちゃ良かった。これから僕、みのりちゃんのこと推すから。ありがとうございます。でも私なんか推してもらっていいんですか？いやいや、あんなステージ見せられたら推すでしょう。これから今までの配信動画も見るし、で、将来は絶対みのりちゃんは僕が育てたって言うから。たく何言ってんだか。あ、みのりちゃん、紹介が遅れたけど、こっちの二人が奏と真冬、一緒に音楽サークルやってるんだ。はじめまして、朝比奈真冬です。花里さんのステージとても素敵だったよ。動画もまた見させてもらうね。あ、酔崎奏です。さっきのステージとても良かった。すごく眩しかった。ありがとうございます。今日は完璧には踊れなかったし、はるかちゃんたちに比べたらまだまだだと思うけど、こうしてたくさんの人が私の歌を聴いてくれて、アイドルとして認めてくれて嬉しい。次にライブをやるときまでにもっともっと練習して、はるかちゃんたちと一緒にファンのみんなに希望を届けたいな。よーし、これからも